よし。よよ。よいしょ。えいえ。はい。皆さん、こんにちは。はい、どうぞ。はい、ただいまね、もう4月も、30日ということでですね、もう、あれよ、あれよという間にですね、1ヶ月間、終わったな。4月早かったな、終わるのは。って感じですが、引き続き、緊急事態、新型コロナウイルス感染拡大予防に伴う、緊急事態宣言が、出されている真っ最中かと思いますが、その中ね、外出自粛要請ということでですね、ステイホーム習慣、おうちにいましょうということでですね、皆さん、おうちの中でおとなしく過ごされていることと思います。もちろん私もですね、はい、もちろん私もおうちの中でヒッキーでございます。はい。まあ、そんな中ね、やはりね、もう今日めっちゃいい天気ですよね。ちょっとね、また庭で撮影しよう思ったんですけど、もうちょっと蜂がブンブン飛び交ってて、ちょっと、これは無理やわということですね。今日はですね、はい。自分の部屋から、パソコンとかで何やろ、動画の配信やら編集やらとかをちょっとする部屋で撮影。第2の仕事部屋ですね。そやから。で、今日はね、撮影していきたいと思いますけれども、やはりね、こんないい天気やから、どっかに出かけたいなぁなんて思っちゃいますが、やはりね、ここはちょっとお家の中で過ごさなければなりません。そんな時にですね、ちょっと、まあ、せめて、なんやろ、季節を、ね、感じられることという感じでですね、前回は、鯉のぼりをね、折り紙で作りました。ちょっと見づらいかもですが、はい、こんな感じですね。まごいと、ひごい。お父さん鯉のぼりと、子供たちですね、の鯉のぼり。大体これ基本は黒、赤、青って感じですよね。鯉のぼりの大体基本色って言ったら。なので、はい、こんな感じでね、3体作りました。で、青色で折ってるのを前回ね、配信したかと思いますが、おいしょ。映ってるか。ちょっとあれかな、接近した方がいいのか。この辺これ。こんな感じね。ちょっと斜めにした方がよかったのか。はい、で、今日は、この辺か。この辺やな。で、今日はですね、まっすぐした方がいい。この辺やな。はい。今日は何をするのかと言いますとですね。はい、鯉のぼりの泳いでるやつの上のとこに風車がね、ついてると思います。は、今日はですね、折り紙を使って、その風車を今から、作っていこうかなと思います。はい、じゃあ早速ですけれどもね。前置きがちょっと3分ぐらいくっちゃべってもうた。4分ぐらいくっちゃべってしまって、ちょっとさっさとしろやって感じですよね。はい。ということで早速本題に入りましょう。今日はですね、その鯉のぼりのてっぺんのとこについてる風車ですね。風車を今から折り紙で作っていきたいと思います。いけてるかな。はい。じゃあ材料紹介ですが、はい、金色の折り紙。です。金色の折り紙があったらいけます。ではですね、早速折っていきたいと思います。はい。ではまずですね、金紙ですね。金紙がなければ別に黄色とかでもいいですけど、まあ、できれば金紙で折って方がかっこいいんとちゃうかなと思いますので、私は金紙を使います。はい、よし。まず
でね、このような感じで折り目をつけます。こんな感じです。で、こっちの反対側の辺にも折り線ですね、折り目をつけていきます。で、これは金色の方が外側になるようにしてやります。ここでも、角が極力ずれへんように、ずれへんようにしてしたら、こんな感じで、ちょっと見づらいかもやけど、こんな感じで、折り目がつきましたね。はい、そしたら今度はですね、この真ん中のこの線に沿ってですね、近いからの方が折りやすいかな。で、この両端を、この真ん中の中央の線に、沿って折って、だから三つ折り状態ですね、平たく言うたら。あ、やべ、ずれた。ちょっと待って、めっちゃずれた。ちょっと待った。なんだこれ。ここでしょ。ちょっとめっちゃずれてた。ちょっと待った。これあかんわ。いいかな、これで。はい。もちょっとこんな感じでね、それでいいか。はい、こんな感じで、ちょっと雑やな、いいか。はい、こんな感じで、三つ折り状態にします。こんな感じですね。はい、でそしたら今度はこっちと、こっちの端をここの、またこの中央の線に合わせて折り目をつけます。ちょっと待ってな、ここか。あー、どこや、ちょっと待って、見づらい。あ、ここか、ここやな、この辺。よし、ここでもまずれないようにね、ちょっと気をつけながらやっていくという感じですね。ちょっとこれずれてね、これ大丈夫か。いいや、こっちも同じように、同じように、折り目をつけます。はい、でそしたらですね、ちょっとここが唯一ね、これの格闘せなあかん部分になるんですけど、このこことこの内側の端をですね、ちょっと三角形に折りながら開いていくという感じなんですね。なのでちょっとね、ここをまずね、しっかりと三角形、この辺をちょっとね、ちゃんと合わせないと、ちょっと待ってよ。ここを、よいしょ。ちょっと待って。ここちょっと三角形にして、まず。金が目硬いからな。ちょっとずれてるの、いいや。こうでいいか。で、こっち反対側もですね、きれいに、はい、しっかりか、はい、きれいに三角にして、よし、硬いんだよね、金が。ちょっとね、で、これを、よし、で、畳んで、ずれてるね、ここで綺麗に、よし、なんだこれ、ずれてるやん。畳んでいくんですが、ちょっと待ってよ、ここだよね、ちょっと待ってな、ここや、ずれていけるかな。ちょっとずれてんだこれ、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっとこの辺でここずれてるか、はい、これでいいか。こんな感じでね、ちょっとあれ、ちょっと雑やな、
な感じで、ちょっと待って、畳んでいきます。これをこれでいいか。ちょっとこれ反対ね。で反対もこれ同じように、よっしゃ、やっていきます。こんな感じかな。あ、こっちの方が綺麗にできたな。こんな感じで、こっちの方が綺麗にできた。ちょっとこっちも一回やりますね。こんな感じでちょっと畳んで折っていくんですけど、ここでやるやな。ここでここに合わせなきゃな。この辺もずれてたら、そうだね、そこずれた。はい、よし、こうしたら OK か。あ、よいしょ、いけた。で、こんな感じでちょっとここは格闘してしまいましたけれども、はい、こんな感じでに折ります。よいしょ。で、こうしたらちょっとしっかり折り目をつけたら、今度は、どうなる、こうかな。こっちをこうで、今度こっちをこうでいいかな。はい、そうったら、えい、風車の、完成です。ちょっとここら辺がずれとったら、はい、こんな感じです。ちょっと途中格闘シーンがありましたけれども、ね、皆さんの方がね、もうちょっと上手に作れるかと思いますのでのでね、はい、あ、はい、こんな感じで風車です。風車の完成です。はい、ということで、ちょっと長くなってしまいましたがですね、また、老若男女年齢とらずどなたでも楽しめる折り紙を使って、風車ですね、鯉のぼりの上のてっぺんのとこについてる風車を、作ってみました。はい、ちょっとね、もう少しね、緊急事態宣言も、伸びそうですし、ちょっと大変な日々も、続きますが、まあね、この1ヶ月間ですね、まあ、今自分が何をすべきなのかとか、ね、日々の生活の中で工夫をする、自分なりの工夫をするとかね、貴重な体験ですよね、やっぱり。で、いろんなことをね、学ぶ機会を与えてくれた1ヶ月だったなと思います。はい、ですのでね、まあちょっとね、大変な時ではありますけれども、できるだけね、ポジティブな感じで、前向きに物事を捉えて、もう少しね、皆さんで協力し合って、頑張っていきましょう。ということでですね、はい、引き続き、私は、大切な方の、命を守るためにもですね、もう少し、お家の中で筆記ということでですね、はい、おとなしくお家の中で過ごしていきたいと思います。はい、です、のでね、ちょっとその中でも、季節を感じられる、鯉のぼりを、前回作って、今回は、その上についている風車ですね。それをちょっと折り紙で表現してみました。ということで、今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。